ケンジです。最近ライブイベント動画にハマってます。ライブイベント動画っていうのはもうライブ配信をしていくっていう感じです。ツイキャスとか、まあ、生ニコとかニコ動かニコ動そんな感じのタグになります。で、YouTube の方が、ライブイベントっていう感じになってるみたいです。価格 .com でいろいろウェブカメラを探した結果、まあいろいろ評価もあって高画質、一番高画質を選んだつもりなんですけども、それを今回買ってこれから紹介していきたいと思います。今回買ったのはロジクール HD プロウェブカム C の 920T です。 Amazon、 やっぱりこの開ける瞬間ってやっぱり新品っていう感じで、ちょっと結構大きい。あ、まあ関係ない、めっちゃ大きい、大きいとか箱が大きい。ババーン、ロジクールの C920T 憧れのツワイツ。これこの今使ってる α5100 はツワイツじゃなくて普通のワイコンです。ワイコン使ってます。何と取り比べするかというと、今ノートパソコン使ってるんですけども、このノートパソコンの純正のカメラ PC、ウェブカメラとこのロジクールの C920T と、まあ、どっちがすごいか、あと音声、ノーマル音声も取り比べしていきたいと思います。まあ、とりあえずこれ開封していきます。開けづらい。そう、これは 920T の方は Windows しかないということです。で、930T が Mac もいけるんかな。まあそれはちょっとよくわかりません。ではオープン、下からオープン。あるのは重要なお知らせと保証書、本体。おお、すげえ、大きいし、で電源入れたこの横が青く光るみたいです。早速入れて取り比べしていきたいと思います。こちらがいつもノートで使っている PC カメラです。どんなもんでしょうか。声は結構悪いとは思うんですけども、まあでもそこそこいけるって言ったらいける。こうちょっとこうブレはあるような感じがしますけども、まあこんな感じです。まあでもテレビ電話するやったらこれで十分ではないでしょうか。で次は C の 920T に変えます。はい、こちらは C の 920T になります。声の方はどうですかね。声結構いいとは思うんですけども、なんかこれ、あ、結構角度的にすごい画角が広くなった感じ。この辺のブレもだいぶ少ないとは思うんですけども、声がでもかなり入ってると思います。こちらがいつもノートで使っている PC カメラです。どんなもんでしょうか。声は結構悪いとは思うんです。なんかこれ、あ、結構角度的にすごい画角が広くなった感じ。どうでしょうか。結構いい感じ。あ、で、この後最後に、この α5100 の画像で締めたいと思います。せーのーです。はい。これ。やっぱりこれのが綺麗。これででもライブ中継できないもんなんでしょうかね。これぐらいの画質でライブ配信できたら、今ライブ中継やってるのはカードバトルなので、カードのその、細かい柄とかちょっとわかりにくいので、やっぱりこう、高画質のがいいんですよ。できるだけちょっとでも高画質のが見てる方に分かりやすいので、まあ、ちょっとずつええのが出るたびに買い替えていきたいと思います。 α5100 が上にモニターついてるからちょうど目線がこう合うんやけど、これの場合は下向いてるからこう上向いて喋るってなかなか難しいな。つい自分の顔見てしまう。これからどんどんこのロジクール920T を使って、まあ、ライブ配信していけたらなと思ってます。以上、ケンイチでした。ケイチでした。